し遊んでますね、この子らはね。風がしんどい。もう1週間咳して。あきびもこのくらい動けばこんなになんか大きくならなかったのに。私が好きな4コマ漫画にポヨっていうまんまるフォルムの猫が出てくるのがあるんですが、この子負けてないと思います。似てると思います。ケビ、ケビちゃんポヨと一緒やんね。まんまるやね。ね、怖いからこないだまで体重測ってなかったけどね。龍馬来てた時に一昨日体重測ったんだよね。ケビちゃんとんでもない数字が出たんだよね。体重測ったらね、くるみちゃんの4倍より重かったんだよね。1ヶ月経って痩せてなかったら龍馬のお宅に断食道場入ることになったんだよね。1ヶ月ね。痩せろ痩せろ。これ親子です。あけびちゃん、赤色のあけびちゃんがお母さんで、黒色の女の子が鈴風。鈴風妊娠してるかもしんないのに動きハードだね。あ、エリカ、お姉ちゃんが入ってきた。これは見事に親子です。エリちゃんはアケビちゃん一番最初の子供で、鈴風はアケビちゃんの一番最後の子供。アケビちゃんも引退してますからね。もう子供産まないんですけどね。アケビちゃんはいつまでも最初に産んだ子と最後に産んだ子の二人の娘と一緒で幸せだね。ケビ怖い、顔怖い。やけび鼻きた、鼻飛んできた。